はい、今日はですね、戸部先生と杉本先生に、4段目で駒が慣れる将棋を10秒将棋で指していただきたいと思います。はい、はい、4段目ってだからそうです、こういってもうそこで慣れます。はい、すごい、なんか突き捨てがもったいない感じになりますね多分戦法によってはなんか角換わりとかあれかもしれないですけどね。すごいですね、4段目で慣れるか。わかりました。はい、じゃあお願いします。あ、先後じゃんけんで決めてください。最初はグーじゃんけん、おい、くー、じゃあ先手の方、あの立ち位置逆になる。はい、じゃあお願いします。お願いします。自然のね、4段目で慣れる、4段目で慣れるか、まあ自然にいつもの4段目で慣れる、ちょっと確かにいきなり結構でもいいか、4段目で慣れる、すごいね。なんか中飛車でここ攻めないともういきなりピンチみたいな。4段目で慣れるか、ちょっと危なかったかもね。5四歩隙作んないようにいかなきゃいけませんね。そうですね、角交換して4五角とか。そうそう、今思った、角交換してなんか、なるほど、な、どうされるんだ、いきなり、いきなりね、怖いね、ちょっと慎重に行こう。いやいやいや、あ、こうでなれるんだ、すげえ、もうやばいやばいやばい、え、ちょっと待って、これ慎重に行ってるのじゃないんだ、え、チャンスだね、チャンスだよね、ちょっとこれ、慎重に行きます急に急に急にちょっと危ないから、あ、手堅いっすね、もう狙ってたんだけど、うん、慎重に行きます。そうか、なんだ、あ、でも2番目で不動産になれるんだ、そうなんだ、気づいてよかった。これでバラっていくと2四歩成ですかね。2四歩成と不動産成り、うわ、歩成りも手抜けないです。そうだ、これバラっていくとここに、そうだね、どうどう、うん、そうか、ここに口を、あ、危なかった。いや、ちょっとチャンス逃した。いやー、桂馬使ってみますか。やめてよ、なんかもう襲ってこようとしてるね。ここは全くないんで。いや、結構居飛車怖いですね。確かにいい戦法だね、居飛車。うーん、いや、わかんない。やってみるか。そうか、結構簡単になられちゃうんだね。いや、王様食ってないよ、これ。王様が食った方がいいですよね。囲いなさいってさっき少年にひたすら言ってたのに。まず身の組んでからって。いやー、狙ってきた。ちょっと、でも、すく。いや、ちょっと困ったっすね。普通に大切あります。普通に大切あるよ。思った。やばい。あ、切られるのか。いや、なんか言ってる。なんかブツブツ言ってるけどさ、あ、もう決まってました。あ、取りたいけど取りたいけどな、まあ、1回はいけないからね。せっかくやったらルール生かすか。しかしね、うわ、やべえ、いや、でかいよこれ。いや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 、でかいでしょ、いきなり。マジか、マジもないよ、これ。はい、やばいよこれ。そうか、ずるいね。いや、うまいっすね。そっか、なるほどね。うまい、また。うまい、うまい。うん。硬いね、なんか。まじ、俺も。ならず。ならず。いや、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 ならずで。ならずかじゃちょっとダメか。ああ。そうなんだ。そうかなと言ったら横にちょっと寄れたかもしれない。まあいいや。すごいね、新ルールになったらもう面白いですね。将棋は全然変わってくる。俺生かしてないし。いや、確かに不思議になってる。新しい瞬間が見えてきました。面白いな。
新しすぎて両者は10秒でプレッシャーかけないですか。もう分からんの。普通が将棋だね。うん、普通ですね。だから2五歩とかはもう垂らした。垂らす、ね。2四歩なりができます。やめてくださいよ。なんかあんま生かしてないですけど。生かしてない。いや、やめてくださいよ。普通に攻めてきてるね。わかんないね、もう。はい、ちゃんと行くと。やばい、うまいな。これ将棋ちょっと追い込まれてきたな。将棋が普通に。これ普通の将棋になっちゃったね。なんかまだ生かしきれてない、ね。生かしきれてないね。やっぱ2四歩同歩同飛車成になれるっていうのは気づかないとね。やっぱあ横歩取りとかがいいんだな。でも居飛車最強ですね。そのルートでいくとやっぱり。これ全然ここならないですね。あ、なるよ。5六歩同歩同飛車成になってるよ。5六歩もなれますか、ね。あ、そうか。5六成。まあどっちだろう。四段ですか。4段目ね、4地位に全然生かしてないよ。いや、ちょっと生かしちょっとどっちがより生かせるか自分でこれ、うん、確かに普通の将棋で勝ってもちょっと本当だよね、何にも生かしてない、だんだん普通になってる。ちょっとせっかくだから。普通の将棋じゃん。もうちょい生かしてください。ああ、それか。いやそれで相手こうもういやいや跳ねるもんね、跳ねちゃう、跳ねてないで、あ痛いの、こっちと緩めて待ってきたよ。そこしたら全然痛くないね。めちゃくちゃこれ寄せあれでしょ。もうさせてないよ、徳は。もうでもやっぱ獣ですよね。これもう相手がこれ跳ねてきます。跳ねていきたいけど、厳しい。慣れるからね。局地戦になってきたよ、これさ。あんまりこのルール関係ないですよ。いやいや、まあね、これで行けばいいでしょ。これ言うんだ。いや、会えたんだよ。いや、違う。いや、いやもうそれも壊すよ。俺変だ。あ、何これ。そっか、5四角成りか。これ、よろしくない。これ、何これ。意味ないじゃん。せっかくだから。ひどい。あ、やべえ。ちょっと待って。突如攻略を発揮しますね。すげえ。4段目の。おかしいでしょ。あれ大ピンチじゃん。これもう。ね、確かに普通に将棋で良くなってる。粘ってくるな。どうしよう。え？レレレレレレ。厳しくねえな。すごい厳しい。いやこれと金城さん。てかさ、俺これ何これ。あ、取れるんだよ。すごい。ひどい。もうね、ひどいね。いやもう切ろう。放送事故だねこれ。放送事故だよこれ。ひどいね。はい。いやどうなってんの。いや、気づかないやつ。どうなってんですか。意外と
あ、なれるのかそうか、やばい、うっかりする、いや、うっかりする、これしかし、どうなってんの、すみません、たぶん、あ、うまく聞いてんだ、ゲゲ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 、あっちの様は向こうはで、これで、鉄人か、トキン、んトキンだもんね、いやー、すごい、言葉も使ってくるよ、たぐみに。なるほど。やばい。詰んだのかな、粘りは、いやー、お前しょうがない。いやー、ずっと。よし、詰ましてもらおう。桂馬ね、使って。詰みかー。いやー、詰みだね。あ、違うんだった、せっかくだから。うん、いや。これも詰みか。堅実だね。全然抜けてないですよ。堅実だね。10秒将棋だ、ね。あ、10秒将棋。忘れますね。10秒で忘れて。これ何してるといいんだよな、トビさんの力。耐久性を。しかし、しむとくなかったか、これどうなの実際のところ、もうこれしか持ってないですね、あ、そうでもない、そうでもない、やべぇ、手が止まった、やべぇ手が止まってるよ、あ、そうなんかこっちなんだ、手が止まってるよ、こっちじゃないのかよ、そっか、あー、あと3だね、1、2、3、ぴったり、ぴったりだ、ちょっと、おー、最後のプロの技みたいな、いや、ありがとうございます、ちょっと、もう一枚やっていいですか、もう一枚やっていいですか、もう一枚、わかりました、じゃあ、これもこれであげます、はい、じゃあ、やり直します、ありがとうございました、ありがとうございました。